すごい緑が綺麗ですね。桟橋に鯉たちがぶつかってね、桟橋が揺れますね。すごい勢いだ。すごい勢いで餌をね、食べに来ますね。夏の始まりですね。すごい勢いで順調に育ってます。西の山から天気が変わりね、これから大雨が降るそうですね。梅雨が明けるのが待ち遠しいですね。今水温が高いからといってね、餌をどんどん食わせすぎると大雨で水が割りを起こして体調を崩す原因になりますね。まあ要注意のね時期ではありますね。ここはオレンジのね、地鯉とか、まあ、光物系統を放流しているね、二歳物の池になりますね。すごいね、量がね。ナブラが立ってますね。グリーンウォーターも綺麗ですね。競争激しくね、餌をもらいに来るんですけども、梅雨は油断大敵ですのでね、本格的に夏が来たら、最大限のね量を与えれるようにねしたいと思いますね。まだ水は冷たい。まあ雨が降り続いてるのでね、沢から流れてくる水はねちょっと濁ってるんですけども、ヤマメたちね、元気にね餌を食べてますね。放流した時よりね倍ぐらいの大きさになりましたね。はい、こんにちは、山形県の塩田養鯉場です。連日に続き錦鯉のね稚魚の選別を行っております。5月の末にね、産卵して、まあ1ヶ月半ほどね成長した鯉を選別しております。でその中でも昭和の稚魚がこの中に放流してるんですけども、数少なく放流してるので大きさが10センチ程度のね、すごい大きなねサイズになっております。これからねじゃあ網を引いていきますので、ご視聴のほどねよろしくお願いします。はい、だいぶ大きくなってますけど、一次選別なんですよね。こんな模様のねいいものいっぱいいます。こういうのとかね、昭和3色ね、いいですね。
いますね、綺麗な昭和がいっぱいいます。ほら、いますね、綺麗なのがいっぱい。トロコから出た昭和。綺麗ですね、これも。これも一級品だ。色はね、黄色っぽいですけど、真っ赤になってきますんでね、この火っていうのは。おお、いっぱいいますね、綺麗なのが。今年は昭和は出来がいいですね。ほら、火移りになるかな。なんか落ち葉みたいのがいる。赤むじっと飛んでいこう。このぐらい大きくなると白移りがね、綺麗なのが分かりやすいですね。火移りです。面白そうな火移りが。12センチぐらいの大きさになってますね。うわ、このような綺麗なのがいます。これは綺麗だ。素晴らしい声がいっぱいできてますね。これは楽しみだ。白移りっぽいのもね、取っていきましょう。こういう白移りっぽいのもね、ちょっと日陰で見えないかな、こういうのとか。これは秋がね、楽しみですね。どんぐらいのものになるのか。奇形だな、しこれがね、合格で、ちょっと隣の池にね、戻すやつですね。2023年のね、昭和ですね、搭載。大きさで10センチぐらいになってますね。中には12センチぐらいのね、鯉もいますので。すごいね、綺麗なのばっかりね、昭和は取れてますね。放流しながらね、見ていきましょうか。弱らないうちにね。こういうのもね、白移りになりそうですしね。こういうやつね、綺麗なのいっぱいいますね。これも小さいですけどね、もう段模様でね、バリッとしてますね。墨はね、固まってきますしね。こういうのとか大模様のものがね、良さそうになってきますね。綺麗なのいっぱいいます。これも墨が固まってきて昭和になりそう。これも綺麗ですね。あ、逃げた。こういうのはね、白移りでも代わりのね、白移り、昭和から出たような。
これも渋いですね、この昭和。日がまとまってきたりとかね、炭がまとまってくるとまた違うね印象に昭和はなってきますのでね。あとこういう風なね、多分白子から出たと思われる昭和ね、こういう風な、まあ、炭の薄いね昭和、こういうのもね、どうなるかね楽しみですよね。はい、じゃあ次行きます。ちょっと藻を取りながら取っていかないときついですね。お、綺麗なのいた。わ、見えた。あ、白写りの綺麗なの、ちょっと日があるけど良さそう。これも良さそう。火移り紅白っぽいけど取っとこう。土壌の太いのがいる。お玉ですね。綺麗ですね。いいですね。いますね、綺麗なの。第一次選別としてはまずまずのね型付きじゃないでしょうか。綺麗ですよ。大きさも大きいですしね、やっぱ餌食いがいいですね。数少ないから餌食いがね飛び抜けていいんですよ。これ良さそう。これは日が抜けて白写りになればいいかもしれない。はい、うん、ボロがすごい。落ち葉みたいなやつがいますね。昭和なんですけど、これは昭和、これも昭和。はい、ここもね綺麗なのいっぱいいますね。どうでしょう、昭和は当たり腹ですね。全部の昭和がね綺麗なの出てます。見えた。
れ綺麗ですね。ちょっと暗くて見えないかな。後で見てみましょう、ゆっくり。後でゆっくり。はい、こんなとこですね。まあ良さそうなのがね、100匹程度いるんじゃないでしょうかね。ここに放流したので、こういうのとか、これ綺麗ですね。いいですね、やっぱりこれがいい。あとこういう薄いのもね、ちょっとどう変わるかね。薄いですけど炭がね上がってきたりとかね、すれば良さそうですね。あと火移りですね、こういうのは火移りになるとは思うんですけど、こういうのとかね、火移り、これも赤色地がねないですけど、赤が強いね、昭和。こういうのはちょっとどうなのかね、パラパラって、火がパラパラってなってますけど、固まってくればね、稲妻みたいな昭和になるかもしれないです。昭和はね、3歳とかにならないと分かんないですからね、買い込んでみないとね、しっかり買い込んで。これもいいですね、炭が。はい、これを保留します。残り物もいるのでね、身を引いて、空にしたいと思いますね。ここの池は一旦。